What we have here is one of the most incredible perspectives I've ever seen in a Japanese screen. What is the viewer's perspective supposed to be? そもそも人間の目で見たものをそのまんま描くっていう意識がないわけですよ。日本の絵の考え方っていうのは、人間は自然の一部であって、神の目で見た自然を描こうとしてるんだと思うんですよね。ああいう国宝級の何とも言えない雰囲気っていうのは、人間だけが作るものと違うような気がするんですね。自然のお力も借りて、借りるというよりも乗り移ってきて描かせていただいてるんじゃないかなっていうふうに思えますね。この絵は地面描かずに余白を残すことで見てる人に想像してもらう、それも時代背景やと思いますね。自分自身にも余裕があるし、町の人にも余裕があるし、権力者にビクビクしてない時なので。